皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。1言で、膝がいつまでも衰えず、死ぬ直前まで、スタスタ歩ける人は、毎日丸々を食べまくっていたということについて、2言で99、99%の日本人が知らない、一生歩ける足腰が手に入る、魔法の食べ物参戦について、解説していきたいと思います。 ますそれでは早速一元の膝がいつまでも衰えず死ぬ直前までスタスタ歩ける人は毎日丸々を食べまくっていたというお話から解説をスタートして参りましょうかさて早速になりますがこの一元では食べるだけで死ぬまで歩けるようになる奇跡の食べ物を合計3つ紹介していきたいと思いますまず1つ目に紹介したいのは足腰の持久力がアップして膝 下崩れが起きない 豚もも肉であります。さて、膝の健康を保ち、死ぬまで歩けるようにするため、これだけは絶対食べていただきたいと言えるものが、豚もも肉になります。なぜならば、豚もも肉には、膝周りの筋肉の持久力をアップする効果、ビタミン B1 によって筋肉の回復を促す効果、良質なタンパク質によって筋力を鍛える効果といった、とにかくね、 膝周りの筋肉にとってあまりにも素晴らしい健康効果の数々が存在しているためなんです。私たちは年を取ると誰もが膝の痛みに悩まされるようになります。統計によると 50代以上の日本人の2人に1人は変形性質関節症と言ってその名の通りで膝の関節が変形してしまっていることが分かっているんですね。変形性質関節症というのは膝の軟骨がすり減ってしまう症状のことですがその原因は主に骨が脆くなってしまうこと体重が増えてしまうこと筋力が衰えてしまうことというこの3つの原因があると言わ されています年を取るとカルシウムの代謝能力が低下してしまい骨密度が低くなることで骨がスカスカになってしまいます特に女性の方は閉経を機にホルモンバランスの変化によって一気に骨密度が低くなってしまいます膝の関節というのは 大腿骨と脛骨という二つの足の骨によって構成されておりますから骨が悪くなってしまえば当然関節も衰えてしまいますそこにさらに体重の増加が加わることによって関節の変形が加速してしまうというわけなんですね若い頃は運動なんてしなくてもちゃんと痩せていたのに年をとってからどんどん太るようになってしまったそしてなかなか体重が落ちない 太いよと悩んでいらっしゃる方いませんか年を取ると食べる量は変わらないにもかかわらず基礎代謝が低下するためエネルギーが余ってそれがどんどん脂肪として体に蓄積されていってしまいます。そのため30代までは痩せていたのに40代以降に年に 1kg ずつ体重が増えてしまい50代の頃には立派な肥満体型になってしまうという方も珍しくはないんです。 膝の関節は歩くときに私たちの全体重を支えているわけですから体重が増えればそれだけ膝に大きな負担がかかるのは当然のことでしょうそして このような骨密度の低下と体重の増加による膝関節の負担に追い打ちをかけるのが筋力の減少なんですね。膝の関節はこのように上下からたくさんの筋肉によって支えられております。年を取るとどんどん筋肉が自然に減っていきますが筋肉がなくなっちゃえばですよ。誰も膝を支えてくれなくなってしまいますよね。それによって膝崩れや 関節のガタつきが起きてしまい、さらに関節の変形が進んでしまうというわけなんです。 このような膝の変形を食い止めるためには何より膝周りの筋肉を維持するのが一番の近道となります。なぜならば先ほどの変形性質関節症の3つの原因のうち骨密度の低下と体重の増加は食い止めるのが非常に難しいからなんです。もちろんね足腰の健康のためには最終的には骨と体重の問題もクリアしていただきたいんですが優先順 順位的には筋肉をつける方が先決と言えるでしょうなぜならば筋肉というのは比較的努力が実りやすいものですし効果が早く出るからです スピードの速いダイエットは必ずリバウンドを招いてしまいますし体にも非常によくありませんそして骨の代謝には3から4ヶ月かかりますからいずれも長期的な努力が必要になるわけです長期的な努力をのんびりやっていたらその間に膝関節が壊れてしまいますからまずは手っ取り早く筋力をつけて膝の応急処置をしてあげる必要があるというわけなんですねそこでぶ 豚もも肉の登場であります。先ほどの通り、豚もも肉には持久力アップ、回復力アップ、筋力アップという3つの効能があります。まずは持久力です。実は、 豚もも肉にはカルノシンという珍しい栄養素が含まれていてこれが筋肉の持久力を高めてくれることが知られているんです私たちが筋肉を使うと乳酸という疲労物質が生まれてしまいますこの乳酸が溜まりすぎると筋肉が悲鳴を上げギブアップしてしまいます筋肉がギブアップすると歩く時にうまく足が前に出なくなって当然おかしな歩き方をすること ことになりますそうなることで膝に負担がかかるとともに長く歩くことができなくなって外出する機会が減ってしまいます外に出歩かなくなればそれだけ足腰は衰えていくのでそこから寝たきりになって認知症になってしまうまでは一直線と言えるでしょうそのためまずは足腰の持久力をアップし長く歩いても外出しても膝に負担がかからないようにしなければいけません 豚もも肉に含まれているカルノシンには疲労物質である乳酸が作られるのを抑えてくれる作用がございます。さらにカルノシンは一つ一つの筋肉が出せるパワーをアップする効果まで実証されているんです。そのため、老化によって少なくなってしまった筋肉を最大限活用し、少ない筋肉でたくさんのパワーを出すことができるわけです。要はね、豚もも肉に含まれるカルノシンには筋肉の 燃費を良くするるる効果があると言えるでしょう実際、カルノシンは渡り鳥の翼の付け根にたくさん存在していることが知られています。渡り鳥というのは不眠不休で何千キロメートルも飛び続けなければいけないんですが、そのような超長時間の運動の秘訣がこのカルノシンにあったわけなんですね。つまり、 豚もも肉によってカルノシンを摂取すれば皆さんの足腰はまるで渡り鳥のように何時間でも運動し続けられるようになるというわけです。これは歩くとすぐに疲れてしまう方にとってはそして外出するとなんだかすぐに疲れてしまう方にとって奇跡のような効果であると言えるでしょう。とはいえカルノシンの効果にも当然限界はありますのでやはりたくさん歩けば翌日に足に疲れが残ります。 健康のためには毎日少しでもいいから歩き続けることが大切でできれば足の疲れを翌日には持ち越したくないものですその点でも豚もも肉は有用です豚もも肉はビタミン B1 が豚ヒレ肉に次いで多い部位です 豚もも肉 100g あたりにはおよそ 1mg のビタミン B1 が含まれ、1日に必要な量は 1.3mg 程度ですから、十分な量を摂取することができます。 ビタミン B1 は別名疲労回復ビタミンとも呼ばれエネルギー効率をアップして疲れを取ってくれる効果がございます。そのため豚もも肉を食べればカルノシンによって持久力がアップするとともにビタミン B1 によって歩行後の疲れも取れてしまうというまさに一石二鳥の効果が得られるわけなんです。そしてもちろん豚もも肉には良質なタンパク質がたっぷりと含まれています。 もも肉は比較的脂が少ない部位でして 100g あたりのタンパク質量は 20g になっていますそのため豚もも肉を食べてしっかりと歩けばその分筋肉が合成されてどんどん足腰が強くなるというわけなんです こうして豚もも肉によって足腰の筋力がアップすればさらに持久力がついてもっとたくさん歩けるようになるという好循環に入ることができます。こうなれば皆さんの膝はみるみる健康になっていくことでしょう。 膝周りの筋肉がつけば膝の関節が上下の筋肉によって引っ張られてきちんと正しい位置に調節されます。そうなることで骨と骨がぶつかって軟骨がすり減ってしまうなんていうこともなくなり驚くように膝の痛みが取れてしまうわけです。このように豚もも肉は膝にとって最強の健康効果がございますのであまり食べる機会が少ない部位だとは思いますが今後はどんどん普段の食生活に 取り入れてみてみしいですそれでは次二つ目に紹介したい食べるだけで死ぬまで歩けるようになる奇跡の食べ物は歳をとっても足の筋肉が減らなくなるカレイでございますさて膝の健康のために豚もも肉とぜひとも並んで食べてほしいのがお魚さんのカレイでありますカレイには高齢者の筋力維持に効果的なタウリン 良質な魚由来のタンパク質、傷ついた膝関節を修復してくれるコラーゲンといった他の食べ物からはなかなか取りづらい貴重な栄養素がたっぷりと含まれているというのが大きな魅力です。中でもカレイが持っているタウリンの効果は抜群です。タウリンといえば心臓とか肝臓といった内臓の元気をアップしてくれるイメージがありますよね。確かにタウリンによって肝臓の 健康がアップするというのは古くから知られていることですしかし最近ではタウリンの健康効果が見直され 研究が進むことで、なんとタウリンには膝の健康を維持する効果があるということが分かってきたんです。40歳以上の被験者を8年間にわたって追跡調査した研究では、日頃のタウリンの摂取量が多い人ほど筋力を維持できるということが分かっているんですね。さらに、65歳以上の被験者に限定するとタウリンの摂取量が多いと8年後の筋力の低下が 半分程度に抑えられるということもわかっているんです。60歳を超えると本当にものすごいスピードで筋力が落ちていってしまいます。そのような急激な筋力低下を食い止めるためには運動ももちろん大切なんですが、このようにタウリンを摂取するだけでも筋力の低下スピードを限りなくゼロに近くすることができるというわけなんです。 タウリンは水溶性と言いまして、水に溶ける栄養素ですから、多少取り過ぎたとしても、体に留まることはなく、尿として出ていきます。 悪さをすることがありません。そのため、日頃から継続的に摂取することが大切となります。その点、たっぷりのタウリンを含んだカレーは食べやすく続けやすいというメリットがあると言えるでしょう。ちなみに、アメリカ、コロンビア大学の研究では、日頃の運動量を増やすことで、血液中のタウリン濃度がアップするということもわかっています。そのため、カレーを食べてたくさん歩くことで、どんどん膝周りの筋肉に カウリンが供給されて足腰の筋力を維持することができるでしょう。 またカレーは先ほどの豚もも肉同様良質なタンパク質が豊富です。カレーのタンパク質量は 100g あたり 22g と豚もも肉に並びますがカレーの特徴は加えて DHA や EPA といっためちゃくちゃ健康に良いオメガ3脂肪酸まで豊富であるという点です。オメガ3脂肪酸が血液をサラサラにしてくれる効果があることは有名ですよね。重力の関係で 血液は足の方に溜まりやすくなっておりますので、年を取ると足の血管が訴えした血液によって詰まりやすくなっております。特に膝というのは大きな血管が通わない部位ですから、放っておくと どんどん血流が低下していってしまいます。カレーを食べることで、タンパク質量が補えるだけでなく、オメガ3脂肪酸によって、詰まりがちな膝の血管がピカピカになって、血流に乗ってタンパク質がきちんと膝まで運ばれるようになるんです。そしてこれもまた、豚もも肉にはないカレーの特徴としましては、コラーゲンが豊富であるというポイントを挙げることができるでしょう。膝の痛みがある方は、一度は 膝の痛みに効くコラーゲンサプリなどの広告を目にしたことがあるかと思います。実は コラーゲンが膝に効くかどうかは厳密に言うと科学的な決着がまだついていない状態です。コラーゲンは膝の軟骨を構成している主要成分ですが、これが年を取るとすり減っていくということは先ほど述べた通りです。年を取るとさらにコラーゲンの合成力も低下していくため、すり減った分を補うことができなくなり、どんどん膝が変形してしまうんです。このような膝軟骨のコラーゲンを補ってあげ とというののがよくあるコラーゲンサプリの目的となりますですが、一般的な学説としては、コラーゲンは口から食べてもアミノ酸というね、細かい最小単位にまでバラバラに分解されてしまうため、それが再びコラーゲンに再合成されるとは限らず、万が一コラーゲンになったとしても、それが膝に供給される確率は限りなく低いとされています。ですが、一方でね、コラーゲンは、 コラーゲンペプチドという大きな単位までしか分解されないため再びコラーゲンに再合成されるという研究結果やコラーゲンペプチドの摂取によって関節の修復が早まったという報告も存在していてまだまだ科学的には不明な点が多いと言えますとはいえここでのポイントは少なくともカレー由来の天然のコラーゲンはたとえ軟骨に再合成されなかったとしてもめちゃくちゃ体に良い とということ市販のコラーゲンサプリの多くは動物由来や植物由来など様々なコラーゲンをごちゃ混ぜにして作った。 人工サプリメントになります。コラーゲンには、鶏の軟骨に含まれる、二型コラーゲンのように、肝臓を傷つけ、ALT や AST といった、肝臓の値を上げてしまう、副作用が確認されているものもございます。サプリメントは、できるだけ安く作るため、このような危険な二型コラーゲンが含まれている恐れがある上に、食品表示上は、コラーゲンペプチドと表記するだけでよく、一体、どんなコラーゲン がが使われているるのかを私たち消費者は知るよしがありません一方で、カレーのコラーゲンであれば、魚介由来のため安全ですし、何よりも天然のコラーゲンペプジロのため安心して食べることができますよね。カレーであれば、もしコラーゲンが膝軟骨の材料にならなかったとしても、アミノ酸に分解された後、筋肉やホルモンなどのタンパク質に合成されますから、 どちらにせよ健康に良い効果をもたらしてくれます。ですのでまあ、コラーゲンの膝に対する効果の科学的結論が、どのようなものであれども、いずれにしてもカレーにはメリットしかないというわけなんですね。また、カレーの特徴は、何と言っても消化吸収に優れ、死ぬまで食べ続けられるという点ではないでしょうか。膝の衰えを食い止めるためには、何より食事からとる栄養が不可欠ですが、 悲しいことに、年を取れば取るほど、私たちは食が細くなって、どんどん食べられなくなっていくんです。胃が弱って、食べる量自体が減るだけでなく、噛む力が衰えて、消化が悪くなり、さらに腸の能力も落ちるため、栄養の吸収効率も落ちてしまいます。理想を言えば、先ほどのような、 豚もも肉を死ぬまでガツガツ食べ続けられるのが良いんですが豚もも肉は赤身ですから比較的消化吸収が難しく80歳になっても毎日食べられるような人は稀かもしれません一方でカレーは非常に柔らかくて白身魚のため消化吸収にも優れているという利点があります実際カレー料理の中でも最も柔らかく消化吸収が良いカレーの煮付けは高齢者の多い病院 飲食ととかグルーーープホームのご飯などで定番メニューとしてて採用されておりますまた、食欲旺盛な若い皆さんにとって、80代になった時のことをね、考えるのは、ちょっと嫌な気がするかもしれませんが、年を取るというのは、本当にあっという間なんです。健康のためには、 おいを受け入れてそれに合わせて食事を調整するというのも重要なことですから食べられなくなったらカレーを食べようといった風に頭の片隅に覚えておいてほしいと思います。またカレーは 煮付けだけでなく、塩で焼いて食べても非常に美味しいですから、おやつ代わりにパクパクと召し上がっていただければと思います。それでは次3つ目に紹介したい。食べるだけで死ぬまで歩けるようになる。奇跡の食べ物は、膝を構成する2つの骨が鋼鉄レベルに強くなる。Not どうでありますさて、年を取ると骨がどんどん脆くなっていきますから、骨を強くするため、一生懸命カルシウムを摂取しているという人も多いことでしょう。ですが残念なことに、せっかくカルシウムを摂取しても、それだけではほとんどのカルシウムが便や尿として体の外に排泄されてしまいます。重要なのは、1、カルシウムを摂取し、 二、それを腸から吸収して三、骨に定着させるという三つのステップを全てクリアすることになります。そこでおすすめなのが普段食べているカルシウムたっぷりの食べ物に加えて一日一パックの納豆を食べることになります。多くの方がカルシウムに気をつけていらっしゃることでしょうから小魚や小松菜といった食べ物から日々たっぷりのカルシウムを取ろうと頑張っていることでしょう。統計に よると日本人のカルシウムの平均摂取量は年代が上がるごとに高くなって65歳以上では1日に 600mg 程度となっています。 一方で、中高年のカルシウムの推奨摂取量は、まさに 600mg 程度ですから、カルシウムの摂取という一面だけを見てみれば、カルシウムは十分足りているんです。しばしば、日本人はカルシウムが足りないと言われ、確かに日本人全体の平均摂取量は 500mg 程度と低めなんですが、これは若い人のカルシウム不足が平均値を押し下げているためなんです。まあ、若い頃というのはね、何も ししなななくたってて骨がまだ丈夫でですすかから誰もカルシウムの摂取量なんか気にしていないわけです一方で、年を取ると誰もが骨の健康を気にするようになって積極的にカルシウムを取ろう取ろうとするため多くの中高年はカルシウムの摂取量自体は足りているんです。ところがそれにもかかわらず、年を取るとどんどん 骨密度が減っていきます。カルシウムの摂取量は足りているのに、なぜか骨がスカスカになっていってしまうわけです。その原因は先ほどの2番目と3番目、つまりカルシウムの吸収と骨への定着に問題があるからなんです。どれほどカルシウムを口から頑張って摂取したところで、それが 腸から吸収されず便になって出てしまっては何の意味もありませんよねせっかく食べたカルシウムをしっかり活用するにはまず腸からしっかり食べた分を吸収してやる必要がありますそこで必要になるのが健康な腎臓ビタミン d 日光 この三つでございます。腸からカルシウムを吸収するには活性型ビタミン D3 というね、ちょっと特殊なビタミン D が必要になります。この活性型ビタミン D3 は普通のビタミン D を摂取した上で日光に当たることで 腎臓で合成されます。そのため、カルシウムをきちんと腸で吸収するには、常日頃から腎臓の健康を維持し、1日に15から20分程度、朝散歩をするなどして、日光に当たってあげる必要があるんです。しかし、それでもまだ、骨を丈夫にするのは不十分です。なぜならば、ビタミン D と日光によって、カルシウムが吸収されても、それがきちんと骨に運ばれなければ、体は、 このカルシウムは不要だと判断し、尿からせっかくのカルシウムを捨ててしまうからです。そこで大切となるのがビタミン K なんです。ビタミン K は血液中に取り込まれたカルシウムを骨にね、ペタペタと貼り付ける役割がございます。ちょっとね、色い々ろいろごちゃごちゃと言ってしまったんですが、以上のことを踏まえると、骨を丈夫に保つには次の5つが揃わなければいけないということがわかります。1、カルシウム。2、 健康な腎臓3ビタミン D41 日15から20分の朝散歩5 ビタミン K、この5つです。さて、このように考えると、正直ね、めんどくせえなと思った人多いと思います。いかにね、骨を丈夫に保つのが、どれだけ難しいのかがよくわかりますよね。ですが、安心してください。なんと、この5つの要素のうち、4つを満たしてくれるという、あまりにも素晴らしい食べ物が存在するんです。それが、先ほどから申し上げている、 納豆になります。納豆には豊富なカルシウムとビタミン D、そしてビタミン K が含まれている上、腎臓にも非常に良いというおまけがついています。まあね、今回は納豆がテーマの動画ではありませんから、納豆の健康効果について詳しくは説明しませんが、サクッとだけ説明しておくと、納豆は血液をサラサラにすることで、腎臓での血液ろ過機能を改善してくれる効果がございます。そのため、皆さんが が骨の健康のためにやるべきことは現在行っているカルシウムの摂取を継続し1日1パック納豆を食べ1日15から20分の朝散歩をすることこれだけで十分であるということがお分かりいただけるでしょうたったこれだけのシンプルな努力によって骨密度を維持し膝関節を構成する大腿骨と頸骨の2つの健康を維持することができるんですさらに1日15から20分の 朝散歩は歩くことを習慣にし、死ぬまで歩ける足腰を保つという点でも非常に有効な習慣となります。直接日光に当たることは紫外線のデメリットがあるとはいえども、15分から20分程度であれば、 メリットがデメリットを上回り、これくらいの時間は日光に当たらなければいけないということが分かっております。朝散歩を習慣にすれば、メンタルの健康も維持することができますから、一石二鳥どころか、もうね、一石百鳥ぐらいの効果がありますから、ぜひやってください。そして、納豆は国産の無添加のものであっても、スーパーで一パック30円から40円程度で手に入ってしまうため、あまりにもコスパの良すぎる 健康法であると言えます健康的な習慣を継続するには安くて続きやすいというのもポイントですからぜひ納豆を毎日の習慣にしていこうではありませんかそれではこの辺で一元の内容をまとめておきましょう一元まとめこの一元では食べるだけで死ぬまで歩けるようになる奇跡の食べ物を厳選し3つ紹介しました ポイント1、豚もも肉にはカルノシンという珍しい物質が含まれていて、これによって足腰の持久力がアップして膝崩れが起きなくなる。さらに豚もも肉は タンパク質も豊富なため、食べて歩けば、どんどん足腰が強くなる。ポイント2、カレーに含まれるタウリンには、カレーによる筋肉の減少を食い止めてくれる作用がある。また、科学的にはまだ決着がついていないものの、カレーに含まれるコラーゲンを摂取することで、膝に対して一定の健康効果が認められる。 ポイント3、納豆にはカルシウム、ビタミン D、ビタミン K という骨の形成に必要な3つの栄養素が全て含まれていて、膝を構成する大腿骨と脛骨の2つを強靭にしてくれる。それでは次2件で、99%の日本人が知らない、一生歩ける足腰が手に入る魔法の食べ物3選について解説していきたいと思います。さて、 2元では引き続き食べるだけでみるみる膝の痛みが取れていく魔法の食べ物を厳選し合計3つ紹介していきます早速一つ目に紹介したい魔法の食べ物は8000歩歩いても膝が痛くならないブロッコリースプラウトでありますさてブロッ ブロッコリースプラウトというのはお肉とか魚料理に添えるのにぴったりですからぜひ先ほどの豚もお肉やカレーとともに召し上がっていただきたい食べ物になっていますブロッコリースプラウトの膝に対する健康効果の鍵はそこに含まれているスルフォラファンという珍しい栄養素にございますスルフォラファンというのは植物が紫外線や害虫から身を守るために持っているファイトケミカルという 防御システムの一つになります。紫外線から身を守るという作用からわかる通りで、非常に高い抗酸化作用を持っているのが特徴なんです。抗酸化作用というのは、一言で言えば、細胞の錆を取る働きのことですから、もちろん、膝関節の老化してしまった細胞を若返らせてくれるというメリットもございます。ですが、スルフォラファンの本当にすごいところは、実は抗酸化作用ではなく、 炎症を抑えてくれる抗炎症作用の方にあると言われているんです抗炎症作用というのは読んで字のごとくで炎症を鎮めてくれる働きのことスルフォラファンが高い抗炎症作用を持つことは数多くの研究によって明らかにされています中でもここで膝に関係する最も新しい研究をちょっと紹介してみましょうかスルフォラファンの抗炎症作用に について調べた2023年の最新研究ではスルフォラファンの摂取によって運動誘発性炎症というタイプの炎症を抑えてくれるということが分かりました。 運動誘発性炎症というのは、まあね、ちょっと難しい言葉ですが、その名の通り、運動することによって発生してしまう炎症のこと。例えば、最も身近なところで言うと、筋肉痛も運動誘発性炎症の一種になります。運動誘発性炎症は、痛みによって運動の継続が困難になってしまうばかりでなく、その後に筋肉が回復したり、新たに筋肉が合成されて、 被害が起きるのを妨げてしまうことが知られていますこの研究ではこの図のようにスロフォラファンの摂取が多いほど運動誘発性炎症が抑制できるということが報告されているのですまあね簡単に言っちゃえばですよブロッコリースプラウトを召し上がることで歩いても疲れづらく筋肉がつきやすい足腰が手に入るということさらに言うと運動誘発性炎症には膝の の痛みのような炎症も含まれています皆さんの中に普段じっとしている時は何ともないのに階段を上った時や長時間歩いた時だけ膝が痛くなっちゃうという人いませんかそんな方は運動誘発性炎症によって筋力が一時的に低下し膝に負担がかかってしまっているため膝に痛みが発生するんです ブロッコリースプラウトには一般的な抗炎症作用がございますからこのような辛い膝の痛みを和らげてくれるという効果もあるわけです。慢性的な膝の痛みを抱えている人では病院から処方されたシップが手放せないという人も多いことでしょう。ですがシップにはエヌセイズという強力な薬物が含まれていて胃や腎臓に大きなダメージを与えてしまうことが知られています。中にはシップに によって胃に穴が開いちゃったりとか腎不全になってしまう人までいますのでシップというのは万全と張り続けてはいけない怖い劇薬であると認識を変えていただきたいと思います気軽にペタペタ貼っていいものじゃないということをぜひ覚えておきましょうシップは病院だけじゃなくて薬局などでも簡単に手に入るからついつい気軽に使用している人も多いかもしれませんが要注意ですシップを貼ったところで一時的にはいた 痛み,をごまかし痛みが治まるかもしれませんがそれは痛みを隠しているだけで決して膝が良くなっているわけではありません。 一方で、ブロッコリースプラウトは、膝の痛みを抑えつつも、高い抗酸化作用によって、膝関節の再生を促してくれるため、シップなどよりもよっぽどいいんです。そのため、シップは、どうしてももう痛すぎて、痛みで眠れない時などの緊急時だけに貼るようにして、できる限り、 ブロッコリースプラウトのような自然な食べ物で膝の痛みを和らげるように今後意識を変えてみてほしいんです。確かに速攻性はないかもしれませんがコツコツと食べ続けることによって確実に膝の痛みをはじめとした体の不調が取れていくはずです。それでは次二つ目に紹介したい一生歩ける足腰が手に入る魔法の食べ物は すすすりり減った軟骨細胞がぐんぐんん成長するアボカドでありますさて、ここからはね、ちょっとだけ専門的なお話になりますが、とても重要であるにもかかわらず、あまり知られていないことですから、ぜひ聞いてほしいです。できるだけわかりやすく説明していきます。まず簡単に、一言で結論だけを申し上げておくと、アボカドは膝の健康に効果的であることが明らかになっています。これにはアボ アボカドが持っている抗酸化作用や不飽和脂肪酸による組織の若返り作用も関係しているんですが何よりも注目したいのがアボカドに含まれている TGFβ という物質になります。 アボカドは森のバターと呼ばれているほど良質な脂質が豊富ですがそのような油分のわずか1.5から2%ほどがこの TGFβ であると言われています。そのため天然の TGFβ は非常に貴重な成分でなかなかアボカド以外の食べ物からは取ることができないんです。この TGFβ には軟骨細胞を成長させる効果があるということが科学的にも証明されて てすり減った関節軟骨をなんと再生してくれるということが分かってきているんです実際変形性質関節症の患者およそ 5000名を対象にアボカド成分を6ヶ月間服用してもらった実験では半数以上の患者で膝の痛みや機能が改善したということが報告されているんです。このようなことから現在 TGFβ は再生医療の分野で研究が進んでいてアボカドは今ね大注目されている食べ物というわけです。 アボカドは納豆なんかに比べるとちょっとだけ手に入りづらい食べ物ですし脂質が多い分カロリーも高いのでそんなに毎日はガツガツ食べられないかもしれません。ですが先ほどの通り天然の TGFβ ーーはアボカド以外の食べ物からはなかなか取ることができませんのでぜひスーパーで見かけた時には買っておいて少量ずつコツコツと摂取してみるとよろしいでしょう。それではラスト3つ目に紹介したい。 を歩ける足腰が手に入る魔法の食べ物は膝の軟骨がプルプルになって若返る オクラであります。さて、膝に関係する軟骨成分としては、先ほどのカレーに含まれるコラーゲンの他に、コンドロイチンやヒアルロン酸といったものが有名ですよね。このうち、ヒアルロン酸は簡単に言うと、膝の潤滑液で、ヒアルロン酸を膝に直接打つ、ヒアルロン酸注射は保険適用になっていて、変形性質関節症と診断された方であれば、格安で注射を受ける ことができますもちろん注射ですから感染症など様々なリスクもありますが直接膝関節に入れるという点でそれなりの効果が期待できると考えられています一方でコンドロイチンは先ほどのコラーゲンと同様軟骨を作る成分の一つになりますコラーゲンが 軟骨の繊維質の部分を作り出すのに対し、コンドロイチンは、軟骨の弾力性に関わっています。これは、コンドロイチンに高い保水性があるためなんです。そのため、コンドロイチンは膝だけでなく、お肌の健康や保水力アップにも重要な成分と言われています。そんな大切なコンドロイチンがたっぷり詰まった食べ物こそがオクラなんです。コンドロイチンは、本来であれば、私たちの体内で自然 にに合合成成されるる物質なんですすがが年を取るとともこの合成力が落ちていきますそのため、膝の痛みを和らげたり、お肌の保水力を保つには、合成が減った分、食べ物から補ってあげることが大切でしょう。コラーゲンを口から摂取することに対しては疑問が投げかけられていますが、一方でコンドロイチンには、それなりに多くのエビデンスがございます。変形性質関節症の患者にコンドロイチンを摂取させたところ、 膝の痛みが改善したという研究は数多く報告されていて日頃からオクラを食べることでそれなりの効果を期待することができます。また コンドロイチンは先ほどのコラーゲンと一緒に摂取することで効果がアップすると言われています。そのためカレーを食べるときはオクラをセットにしてね、煮付けなどにして食べることで膝の健康を効率的に維持できることでしょう。カレーの煮付けとオクラは非常に相性も良く美味しいのでぜひお試しあれ。ちなみにね、このコンドロイチンにもコラーゲン同様食べても無駄説が存在しています。しかしコンドロイチンには軟骨の生成の他にも に働きかけてドライアイや白内障を改善してくれる効果爪にみずみずさやツヤを与えてくれる効果など様々な美容健康効果があることが実証されていますそのため健康全般のためにもぜひ日頃からオクラを食べることを習慣化してみてほしいですそれではこの辺で二限の内容をまとめておきます二元まとめこの二限では一生歩ける足腰が手に入る魔法の食べ物を3つ紹介しました ポイント1、高い抗炎症作用によって歩いても膝が痛くならなくなるブロッコリースプラウト。ポイント2、すり減った軟骨細胞がぐんぐん成長するアボカド。ポイント3、膝の軟骨がプルプルになって若返るオクラでした。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました